Thank you.
奇跡を起こし続けた。 世界を覆い尽くし、大地から光を奪っている。その正体はゼウスの兄にして冥界の神ハーデス。
彼は制裁にしてゼウスの娘ペルセポネを冥府の番犬ケルベロスを引き連れて降臨し世界を支配していった。力こそ全て。王座を奪われたゼウスは人々の前から姿を消していった。ゼウスから王座を剥奪したハーデス、その圧倒的な力を人々に誇示し、そしてその力を多くの人々を魅了し飛び込みした。しかし力のみの支配では。かつての栄光を再び、人々はかつての神ゼウスの姿を思い出していた。そしてゼウスもまた王座奪還を狙い虎視眈々とその時を待っていた。神を撃てるのは神のみ、ハーデスを撃てるのはゼウスのみ。一度王座を奪われた全知全能の神、再び立ち上がった。そしてついに二人の戦いが幕を開ける。両者の争いに震える大地、闇の霧を放つハーデス、そしてその霧を光の風で突き払うゼウス。そのゼウスの力に体勢を崩したハーデスにさらに追い打ちをかけると新たな力を見せつける。その力に圧倒されつつも耐えるハーデス。人々はその戦いに釘付けとなり、そして次第に両者に対する声援が起こり始める。勝つのはハーデスかゼウスか。西暦2015年、神凱旋。
Thank you.
Thank you.
グッズもサトフルだよ。サトフルに囲まれてサトフルいただいて。俺最近は台湾との血が古いさ。ラクラクベリーなら最短翌日発送。クーポン対象商品は表示価格から最大 20% オフ。ケンタのランチはバーガー全品100円引き。ケンタッキーバーガー、今日ケンタッキーしない？
Thank you.